オストロク聖書1581年に完成した、オストロク聖書に見える、当時の人々、オストロク聖書は、1581年に成立した、キリスト教聖書全書の初の教会スラブ語訳である。ポーランド・リトアニア共和国のオストロクで作られたので、この名がある。教会スラブ語テキストは、1499年のディ聖書を含む、 あらゆる資料から集められて、ヘラシムス・モトルイツキーが、聖教会の伝統に則っ,って、マソラ本文はでなく、七十人に約聖書に照らして、正確性を確かめている。印刷は、イヴァン・ヒョードロフが、オストロージクイケの当主、コンスタンティバシー・リオストログスキ大公の協力を得て、行った。オストロク聖書は1256ページの膨大な、作業を伴う功績であった。 オストログスキ大公は聖書のコピーをグレゴリウス13世教皇とイヴァン大帝へ送っている。大帝はイギリス大使にも送っている。ヒョードロフは400冊を印刷して現在300冊のみが残っている。ありがとうございます。